デイビッド・ホックニーデイビッド・ホックニーは20世紀から21世紀のイギリスの画家。現在はアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点として活動する芸術家。1960年代よりポップアート運動にも参加し大きな影響を与え、イギリスの20世紀の現代芸術を代表する一人である。百三十七年、イギリスのブラッドフォードに生まれ、 ブラッドフォードカレッジオブアートに学んでいる。その後学んだロンドンのロイヤルカレッジオブアート在学中にイギリスのポップアートシーンの立役者ピーター・ブレイクと共に若手現代芸術家展に出展した。その後ポップアート運動に参加するものの初期の作品はフランシス・ベーコンの作品に似た表現主義傾向を残すものであった。1963年からはホックニーは 合唱、ジョン・カスミンを通じて作品を発表するようになる。1963年にニューヨークを訪れ、アンディ・ウォーホールと出会う。その後1964年、アメリカ合衆国カリフォルニア州を訪れ、その後そのまま長期間住むこととなるロサンゼルスで、当時まだ比較的新しい画材であったアクリル素材でプールを描いた作品群を制作することになった。 1967年にはリバプールのウォーカーアートギャラリーで開催されるジョン・ムーアズ・リバプール展で絵画賞受賞。以後もロサンゼルスを拠点に制作を続けている。彼はカリフォルニア定住以前にも以後にもしばしば世界中を旅行し、ロンドン、ニューヨーク、エジプト、中国にも長期滞在したことがある。作品はアメリカ西海岸の明るい陽光を感じさせる。 華やかな色調で、室内風景、プールのある邸宅、人物などを描いたものが多い。母国での人気の理由の一つとして、英国人の多くが持っている米国への憧れと、英国をめでる気持ちの双方が、作品に反映されていることがあるとの指摘もある。油彩の捕獲レヨン画や、数十枚のスナップ写真を貼り合わせた、フォトコラージュの作品にも優れたものがある。また、 スカラザやメトロポリタン歌劇場などのための舞台芸術も多く手掛けている。イギリスの勲章のコンパニオンズ・オブ・オーナー勲章やメリット勲章を受賞ありがとうございます。